豚丼。豚丼、豚丼、丼とは、調理した豚肉を、米飯の上に乗せた丼物料理。昭和初期に考案された北海道十勝地方の、郷土料理である豚丼と、2003年の BSE 問題によって誕生した牛丼の、代替料理の2種類に大別される。北海道十勝地方の豚丼は甘辛いタレをまぶして、焼いた豚焼肉を、 丼飯の上に乗せたものであるが、牛丼チェーン店などで提供される豚丼は、薄切りの豚肉と玉ねぎやごぼうなどを調味した割り下でたものを乗せた料理である。両者は食感も味付けも大きく異なるが、いずれも豚丼と呼ばれている。食料品メーカーから家庭用商品も販売されている。帯広シティケーブルなどによれば、十勝地方に 特有のこの種の豚丼は、1933年、昭和8年に、帯広市の大衆食堂、パンチョー、創業者である、安部秀次が考案したとされる。豚肉を砂糖醤油などで味付けした、甘辛いタレで焼いたものを乗せた丼飯で、十勝地方の名物として、同東地方の飲食店で広く供されている。店舗によって、肉の調理法、網焼き、または鉄板焼きや、 トッピング、白髪ネギ、グリーンピースなどに違いがある。十勝地方では明治時代末に養豚が始まり、この時代の開拓の苦労を表す言葉として、よだつとむ三の句、豚と一つ鍋がある。大正時代末期には豚肉食が一般的になりつつあったが、食材や調理器具の制限で料理法が限定されており、特に豚カツのような手の込んだ。 料理の提供は困難であった。安倍は調理が容易で庶民でも食べやすい料理ということで、うな丼をヒントにした醤油味の豚丼を開発したという。2003年以前は全国的にも豚丼イコール帯広の郷土料理という認識であったが、新たに牛丼チェーンによる豚丼が広まってきたため、名称における紛らわしさを避ける目的で、近年では帯広系豚丼、 トカチ豚丼、帯広豚丼と呼称する場合もある。いずれの場合も豚丼の読みは、豚丼である。2003年、平成15年12月のアメリカ BSE 問題による牛肉の調達困難を受け、牛丼の代替品として開発された。牛丼にできるだけ近い味を目指した商品であったが、当初は豚肉の特性に合わせた調理法や味付けが不完全だったため、 低評価を下した客も少なくなかった。その後地道な改良を重ねて豚肉によりあった調理法とオペレーションを築き上げ、独自の味付けに変化することで牛丼とは別の顧客が開拓された。各社での呼び方は少しずつ異なっており、松屋、豚飯、吉野屋、豚丼、き屋、ん丼、中屋、豚丼ぶりとなっていた。その後、 オーストラリア産牛肉の輸入やアメリカ産牛肉の輸入再開によって牛丼の販売が再開されたため中尾は2005年10月で豚丼ぶりの販売を終了した吉野や松屋、すき家では牛丼の販売再開後も豚丼の販売を続けてきたがまずすき家が牛丼の代替品の役目を終えた主力の牛丼とカレーを値下げするためとして2009年4月23日に 豚丼の販売を休止した。吉野家は2011年12月8日に、正味豚丼と勝ち仕立てという名称で、帯広系豚丼である焼き味豚丼の販売を開始し、従来タイプの豚丼の販売を終了した。また、松屋も2012年1月9日に、店頭メニューとしては販売を終了し、店頭及びインターネットでの冷凍庫食パックの販売のみ継続している。 牛丼に似せた代用品として販売開始された商品であったが、牛丼の再開後も豚丼を好む客層があった。牛丼より価格が安いことのほか、味があっさりしていて食べやすい、豚丼が好き、牛があまり好きではないなどの声もあったという。2009年に、スキヤが豚丼の販売を休止した時も、スキヤでは一定比率の売り上げはあったとしていたほか、吉野や、 松屋でも牛丼に次ぐ売り上げがあった。上記3社とも牛丼の代用品としての豚丼の販売は休止したが、豚肉を使用した丼物、吉野家の焼け味豚丼、松屋の塩キャベツ豚丼、生姜焼き丼などの開発と販売は断続的に行われている。月屋は2015年より2016年からは吉野家も豚丼の販売を再開している。 ニンニクを効かせた醤油ダレや塩ダレで味付けし、炒めた豚肉を丼物にして、生の鶏卵を上に落とした丼物を、スタミナ丼として提供する店も存在する。東京都国立市の札幌ラーメン国立店が発祥とされる。スタミナ丼を主に取り扱っているチェーン店として、伝説のスタ、丼屋がある。2017年より、吉野家でも、 豚スタミナ丼として販売されている。豚の生姜焼きを丼物とした料理を提供している。店も関東地方を中心に参見される。全国チェーンの吉野家で提供されるほか、松屋でも一時期販売されていた。かつて大阪府で数店舗展開していたトン丼亭では豚肉とキムチとニラを独自のタレで炒めたものを乗せた丼物を トントンとして供していたが、現在は一店舗のみ営業しており、メニュー名はトントンブリと表記変更している。大学丼として、近隣の大学に由来する地域密着型メニューになっている。大学丼祭りというキャンペーンをたびたび行っており、近隣に知られている。上記のトントンブリ亭も大阪学院大学のそばにある。 家庭に常備された基本的な調味料のみで作ることができる。また、帯広系、牛丼屋系ともに市販の調味料が販売されている。あらかじめ調合された豚丼のタレが各食品メーカーより発売されている。レトルトや冷凍の豚丼の素がグリコ、SB、マルハ、ソラッチ等の食品メーカーや牛丼チェーンの松屋や吉野屋からも発売されている。 家庭用豚丼のもとを発売している食品メーカーソラチが2010年2月に2月10日を豚丼の日として日本記念日協会に登録し PR や消費拡大活動を行っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。